みなさんこんばんは、グータヌンボーイン和歌山ということで、今日は何回目かわかりません。もう結構やってるような気するんですけれどもね、毎回グータンということで、女心そしてね恋愛トーク炸裂してるんですけれども、今日はお友達についてお話ししたいと思います。まあテーマでは、あなたはどんな友達付き合いをしてますか、お友達いますかっていうね、そんなテーマなんですけれども今日はそのグータンヌーボーの仲間、どんなゲストに来てもらってるでしょうか。こちらです。まずはしおこさん、あ、私ですね、はい、さっき皆さんこんばんは、またまたお邪魔してます。あの若いお嬢さん2人の中で、ちょおかんみたいですけど、今日もおかんキャラで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。そしてゲストです、まるのアリサさんです。アリサちゃんこんばんは。かわいい、ありがとうございます。今日初めましてでちょっと緊張してるんですが、はい、よろしくお願いします。お願いします。ね、まるちゃんって呼んでいいんかな。大丈夫です、何でも嬉しいです。ね、まる子ってみんなで呼ばれてるじゃないですか。そうですね、私いっぱい名前があって、うん、あのユニット組んでる時はハミング猫ブルースのまる子っていうことでやってるんですけども、ね、今ちょっと相方が産休中なので、はい、私一人の時はまるのアリサっていうフルネームで、ミュージシャンなんですか。ミュージシャンですよ。そうって言ってちょっと恥ずかしい、とても有名な。あらま、全然もうまだ、すいません。そんなしかし、しかも、うん、知的です。いや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 、頭いいし、ありゃま。いやもう、そうね、そういう風に見せるのが上手なんだけど。大丈夫、顕微鏡はこの方のことを言いますよ。え、もう一回お名前を教えてください。マルのアリサって言います。はい、あ、ユニット名、はい。ハミング猫ブルース。ハミング猫ブルース。略してハミネコってよく言われる。ね、私ね、あのね、うん、略し方ね、はい、間違えてるんじゃないかと思うんですよ。なんか、ね、教えてください。ハミング猫ブルースって言ったら、うん、やっぱりこうね、本当に2人のコーラスがこう綺麗だったりとかして、うんうん、そのハミング猫ブルースなんですけど、うんうん、ハミ猫になった瞬間に違う意味になるんですよ。はいはい、前々からずっと思ってて。あ、思うんですか。なんかいい略し方教えてください。じゃあ何？猫ブル？猫ブル。猫ブルがいいんじゃない？ヒスブルみたいになってますけど。ヒステリックブルーも一瞬で消えましたしね。そんなこと言わないでください。じゃあもうね、ハミブルで、はい、ハミブルもうみんなね、はい、あのハミネコさんって呼んでるんで、誰かが猫ちゃん好きとか2人とも、何やろう、結構、まあ、ちょっと今日の話題の友達に入るかもしれないですけど、はいはい、結構気ままな感じで、うん、あ、猫ちゃんっぽいってこと、はい、そうですね、それいいように言ったそうな感じで、まあ2人とも猫好きで猫グッズもようけ持ってるんですけど、はい、猫飼ってるんですか。飼ってないです、マンションで、あ、はい、仕事してるんでちょっと飼いたいんですけど飼えないんです。じゃあ飼えるとしたらワンちゃんを飼うか猫ちゃんを飼うか、うん、どっちってなったら2人とも猫ちゃん飼うよって感じ、はい、確実に、はい、そうですね。じゃあ私はハミング犬ブルースですわ。あら、顔猫ちゃんやのにな。ハミ犬になる。顔猫ちゃんやのに。猫ですか。顔猫ちゃんよ。そうですね。あ、本当ですか。猫とかね、すごく、うん、みゃー、うん、かわいいかわいい猫ちゃんやな。全然ワンちゃんじゃない。ワンちゃんじゃないです。ほんまですか。かわいい猫ちゃんよ、うん、しかもあの捨て猫じゃないちょっとね、血統書付きの猫っぽい。嬉しいわ。ちょっとね、あそこら辺でいてる、なんかポカポカ、日向ぼこしてる猫ちゃんタイプじゃないな。あ、そう、うん、ちょっと女王様のペットショップで売ってるよ、ね、ふさふさの毛の、ほんでペットショップでふさふさでめっちゃ可愛くて買って帰った人は、うん、なんかもう大人になってからもうふんってっていう猫になるような。私って冷たいキャラ。うん、なんかこういたずらいたずらな気まぐれキャットキャラ、うん、気まぐれキャットキャラ、ね、気まぐれキャットキャラ、はい、それから正解、ね、結構気まぐれなんですあら、一緒ですね。一緒ですね。そうですね。ここからそのお友達は猫キャラ友達とか、うん、犬キャラ友達とかいろいろいますよね。でも、あ、そうですね、友達もですね。そうですね、うん、どんな友達いますか。どんな友達いや、私ね、なんで今日はこのテーマにしたかっていうと、うん、ね、はいはい、
あのいつも結構ね、うん、結婚についてとか、うん、恋愛についてとか、うん、まあどんな人タイプとか、うん、もうバリバリのグータンヌーボーなんですけど、ちょっとね最近考えさせられることがありましてですね、あの友達、まあ、友達はまあ、うん、まあまあいるんですけど、うん、もしかして私は相手から友達って思われてないとか、なんかすごくあの思うことがあったんですよ。そういう出来事があったんですね。あったんですよ。実体験で。実体験でありまして、はいはい、辛いって話ですか？それ全然辛くないです。辛くないですね。あの軽い感じで、うんうん、軽い感じなんですけど、うんうん、温度差があったってこと？自分が相手を思う気持ちと相手が自分を思う気持ちに温度差があった感じ、はい、いえ全くではなくそういうことじゃないんですけど、聞いてくれます？はい、いいですか？すいませんねカメラさん、はいはい、あのですね、はい、まあ、私高校時代の、うん、まあ、友達がいまして、はいはい、で大学もまあ一緒やったんですけど、うんうんうん、全くその大学卒業して就職が全く違う地域で就職したんで、はい、うん、あの全然連絡取ってなかったんですよ、うんうんうん、でまあ、それはお互いに全く取ってなくて、うん、でも、まあ、彼女の方は結婚しました、はい、で子供もできました、はい、まあ、幸せなその家族がいるんで、はい、まあ、私もね、はい、うん、家庭を持ってるとなかなか連絡とかしづらくなるんですよ。でやっぱり子供もいてるし、うん、そんなしょっちゅう連絡できないじゃないですか、はいはい、でまあそういう風になってから、うん、全く連絡を取ってなかったんですよ。でね、まあ、私テレビラジオそういうメディアの仕事をやってるんで、はい、絶対テレビとかでも、うん、ラジオとかでも聞いてるはずやし、うんうん、見てるはずじゃないですか、うん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 、でだけど全く連絡がなかったもう10年間以上連絡がない、はいはい、なかったんですね、うんうん、でお互い連絡がなかったんで、はい、それはいいんですけど、うん、でいきなりそうそうホームページをたどって連絡が来たわけですよ、はいはいはい、で、あの、あとサチって言うんですけど、はい、あ、サチ元気みたいな、うんうん、で私4月からあの和歌山市に住むから、ほら、うん、あのよろしくって来たんですね、うん、で、はい、おーおーおーとか思って、うん、私はちょっと嬉しかったんですよ、はいはい、じゃあその後に、うん、あの、まあ、私が以前勤めてた会社の名前を挙げて、うんうんうん、ここに働きたいから紹介してくれるって、はい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 、って言われて、いや、いやもうちょっと今私、うん、そこで働いてないから、はいはい、あ、しかも今のちょっと芸能関係の仕事なんで、うんうんうん、ちょっと紹介まではちょっと無理かなっていう返事をしたんですよ、うんうんうん、そしたら、まあ、とりあえず和歌山行くからどっか私のために職を探してくれというふうに言われましてですね、で、え？とかって思って、うん、ちょっと待ってみたいな、でも、まあ、私やったら、うん、まあまあまあニコニコして、うん、前の会社でも、はいはいはい、頭下げたらなんとか私雇ってくれるん違うんっていうわけですよ、だけど私にとったら、うん、その10年間の空白があってすっごい仲いい子とかだとできるんですけど、同じ科学系の子なんで、でもいきなり連絡来て、うん、ね、和歌山住むから私の職場をなんとかしろって言われても、うんうんうん、あの難しいぞと、うん、まあ、年齢も年齢やし、うん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 、その化学会社で研究職で働くっていうのは、うん、やっぱりその、ブランクがあると結構難しいことなんですよ、はいはい、ちょっと難しいから、あのどこどこのアルバイトから入ったらって言ったんですよ、うん、でそこだったら紹介できるって言ったんですけど、いや子供いてるのに、うん、そんなアルバイトで生計立てられるわけないやんって逆ギレされて、そう聞くと私にとったら、えってかなって、なりますね、うん、で私はその子のためを思ってとりあえずバイトでから入ったら入りやすいから言ったんですけど、それをなんか私がバカにしてるっていう風な感じに取ったみたいで、なんかすごいそのちょっとこう温度差、本当に思ってあの職を紹介しようと思ってたんですけど、でも友達っていうのはどういうのなんやろうって、それでもやっぱり私がこう頭下げて前の化学会社とかに頼み込んでも行けるのが友達っていうのか、それともいやいや、やっぱり今就職なんで和歌山市も結構苦しいじゃないですか、
まあ、そういう風なを考えると、うんうん、いやいや友達って何やろとか思って、あ、うんうん、なるほどなるほど、そう思ったんですよ。すごい考えさせられて、はい、それでも私はこの子のためにそうするべきか、うん、でもやっぱり他にもね友達がいて、うん、で結構最近その、うん、まあ、離婚したりとかして、うん、他に働き口がないから一緒にこう探してた友達とかもいて、その子はここ受けたらどうここどうとかって一緒にしてたんですけど、10年連絡取ってなくていきなり頭下げてじゃあ頼み込んでよって言われても、もう私にはできないっていうか、できない、それはできないです。どうですか、まずそのお友達は説明不足よね。10年間のブランクあってやっと ね連絡取って、まずまずちょっとね、まず最初にね、なんかお茶飲みに行こうとか、なんかね懐かしさが先で、でいろんな10年間を埋める身の上話というか、こういうことがあってねとか、こういうことがあってねって、で今実は働くとこを探しているのよって、うん、はい、よかったらっていうその順序を立ててね、はい、ちょっと飛ばしすぎて、まだ一回も会ってないです、しかも、ね、会ってなくて、まあねお子さんもいるんで忙しいとは思うんですけど、うん、なんかちょっと寂しかったんですよね、うん、私の中で、うん、私も結婚して幸せになったから、うん、私がこう入る隙があまりなくなっちゃったんで、うん、こう距離を、ね、通りづらくなって、はい、そう、まあ、距離を置いてたっていうかだったんですけど、うん、いきなり詰められるもんなんかなって、うん、どうですか。それはなかなかちょっといきなり電話で、10年ぶりにいきなり電話で、それはちょっと頼まれたしのちゃんはねすごい戸惑うやろね、うん、戸惑ってしまいました。そこはどうやって返したんですか。えってなった後はもう、えってなった現在は、うん、まあ前の会社はちょっと私今から頭下げるとかできないんで、うん、まあ様子見ていろんなとこを一回、うん、話聞いてみますって言ったんですけど、うんうん、難しいんですよね。そうね、しかもその、うん、私のことをいろいろ知ってくださってたらよかったんですけど、うん、全く知らなくて、うん、テレビとかも出てるし、うん、そういうのも知らないんですよ。あ、はいはい、ホームページだけ探して、だってもう連絡先はお互い知らないですからね、ホームページから、あまだ音楽やってたんやねっていうメッセージだったんですよ。じゃあなんかむしろそのお友達は、はい、就職のためだけに探したっていうのがちょっと見えてしまうよね。はい、全く見えてしまって、うん、テレビいつも見てるよとかで一言でもあったら私はちょっと違う意味で頑張ったんやけどっていうのがね、はい、でもその気持ちはよくわかりますよ。ありますね、似たようなことはありました。ありました。めっちゃ最近のことですか。私すごくびっくりしました。なんかあらら、私も小学校の時にちょっと憧れてた人がおって、うん、その人もう私ちょっと塾の先生してた人やったんです、まあ、そういうのって小学校の時とかすごく憧れるじゃないですか、うんうんうん、先生してた人で、その時にすごいなんか音楽やりたいって小学校の時から実は思ってて、で音楽したいんですって言って、うんうん、唯一こうギャグと思わずに聞いてくれてた先生がいてたんですよ。でも私大人になってからもずっとあの人に会いたいなとか、今の私どう思ってくれるやろうとか思ってたんですよ、うん、そしたらちょうど思ってる時に、うん、これ見てないと思うんですけどで電話がかかってきて、はい、でと思って、うん、電話携帯だけなんかその時から変わってなくて、もうその時も随分と大きかったから、その人が、うん、で入ってて出たらなんかやっぱりこうあるじゃないですか、さっき言ってたようにこう 前段階があるかなと思いきや、なんか和歌山って頑張ってるらしいなとか言って、頑張ってるらしいなの中身がちょっとぼんやりしてるんですよ、はいはい、ぼんやりしてて、で頑張ってるらしいな、俺ちょっと今度なんか仕事新しく始めるんやけど、なんかちょっと人のつって紹介してくれへんかって同じこと言われた。同じですね、それね。それでもうなんかあれおかしいと思ってなんかちょっと崩れるからやめてやめてと思って、でそこからもうちょっと
あまりメールとかもするしてて、はい、篠さんはすごいね返してすごいやってはるからすごいなと思って私もそれでもと思って結構羨ましました。もう無理って思って。そうなんですよ。すごい同じ全く同じことがあったね。ああいう時なんかいたたまれない、なんか自分がすごい悲しくなりますね。悲しくて、うん、ちょっとほんで自分が最初、うん、あのまるちゃんやったら電話が鳴った時にハッと喜んだり、うん、しのちゃんやったらそのホームページをたどって電話してくれた時に、はい、自分がこうハッと喜んでるだけに、そうなんです、なんかこうみたいな感じがあるんかな、やっぱり、うん、そうですね、うん、もう2行で終わってましたよね。まだ音楽やってるんや、うん、尊敬するわ、してないやみたいな。してないしてない作詞しないよ。あで4月から和歌山で働くんや、和歌山に引っ越すんやけどみたいな、そういうもう自分のことブワー書いてて書いてて、あ、わかります、自分のことブワーって書いてますよね。うん、みたいな、わかります、めっちゃ言われました、喋られて、うん、はいはいって言ってだんだんもトーン下がって、わかります、わかりますよね。でそれでどうしたん、紹介してあげたん。いやいやいや、もうあのちょっと、ちょっと丁重にお断りした、あのシュッと、私まだまだひよこなんで、うん、ってまだそんな働き始めてそんな間もないんで、ね、断るのもまたねエネルギーいるし、なんかこうね、うん、そうなんですよ、いろいろね、断ってる方が悪いみたいになりますもんね、そう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 、うん、まあでもあかんことはあかんって断ればいいと思うよ、うん、もう嫌なことは嫌、できへんことはできへんって正直に言うて、うん、もう怒る友達はもうそれまでちゃうかな、うん、めっちゃなんかメール返ってこみになりましたもんね、もういいと思います、ね、でだからこの仕事やったら紹介できるよっていう正社の仕事があって、でそのよう言ったら、いや私は技術で科学職、科学やから研究職でっていう聞いたから、自分で探したりやんな、とかって、ちょ無理無理、そんな、うん、今普通に四大出た後とかでも結構和歌山で仕事難しいのに、うん、そうですよね、それを、うん、無理やろって、うん、じゃあね、まずちょっと自分で努力をしてみて、うん、どうしてもその自分でやってみたけど無理やから、ちょっとしのちゃんにね、私もいろいろ頑張って探してみて努力もしたんやけど、やっぱり難しいみたいやから、うん、久しぶりにね、会うてすぐにこんなお願いは悪いんやけどっていうね、うん、ちゃんとこのそれは、うん、なんていう、人間として当たり前のことやんね、うんうんうん、そうなんです、そう思った時に、あ、友達じゃなかったんかなっていう気持ちになりますよ、なってしまって、はいはい、逆に私も、うん、いやでもそれで私も頭下げられやんっていうことは自分が友達じゃないんかなと思ったり、いろんなことがこう自分へ責めるし、相手もこうちょっと責めちゃうようなところがあって、それはでもね、違いますよね、いいと思う、あのだってそんなんな、あのなんていうの、こう頼まれてできやん、それは無理って言って、それでも ありがとうっていうのが、まあ、普通って言えば普通じゃないね、うんうん、続く、これもやっぱりもう縁のもんでね、若い時にすごく仲良かっても、うん、10年後はそういう関係でいてられるとは限ってないからね、逆もありますしね、あんまり学校時代はあんまり喋ったこともなく、うん、顔見知り程度やったけど、何十年かぶりに再会して、うん、もうその時を飛び越えてものすごく仲良くなったっていうパターンもあるし、うん、いますよね、うん、そうですあると思う、そう、うん、だからその、ね、その今言った逆のパターンやったっていう、そうやね、うん、